それでは続きまして、この会場に今年もあの方が来てくださっています。天心航さんです。天心航です。今年も看板を盛り上げるために吟じます。森屋健太郎は俺がネタ考えるから今年も吟じてって言ってきたのに、結局ネタ一つも考えてくれない。ひどい展開です。試合前の集合写真を撮るとき、みんな普通の顔してるのに、小野雄二だけめちゃくちゃ顔してる。あると思います。バンバン楽しんでいきましょう。ありがとうございました。1回目のハッピーコーのスタート時間は2時